フチャールズ・フィッツロイイは、イギリスの貴族。1683年10月25日、チャールズ2世の私生児である初代グラフトン公爵、ヘンリー・フィッツロイとその妻、イザベラの間の一人息子として、ロンドンのアーリントンハウスに生まれる。1690年10月9日に、父が第2代グラフトン公爵位を継承。ケンブリッジ大学を卒業。 1705年から1757年にかけてサフォーク党官を務めた。1714年に王室室事長を務めた。1715年に数密顧問官に列する。1719年王立音楽アカデミー社に出資した。1721年から1724年にかけてアイルランド総督を務めた。 1723年2月7日の母の死により、第三代アーリントン伯爵位を継承した。1724年から1757年にかけて、区内長官を務めた。1739年に創設された、ステゴ養育院の初代総裁の一人だった。1749年に、王立教会フェローとなる。1757年5月6日に死去。爵位は、 孫のオーガスタス・フィッツロイが継承した。彼は、政界で出世し、首相を務めることになる。1690年10月9日の父、ヘンリーの死により、以下の借位を継承。1723年2月7日に、母、イザベラの死により、以下の借位を継承した。1713年4月30日、ウスター公爵チャールズ・サマセットの娘、 ヘンリーエッタ様セットと結婚。彼女との間に以下の七子を設けた。また、被着室子として、チャールズ・フィッツ・ロイス・カダモアがいる。ありがとうございます。